はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ、未解決事件とかね、いろいろお話ししているときに、まあ、元のさ、紙、あるんですよ。まあ、例えば、まあ、何回かやってる未解決事件なんかで、こういうようなね、紙があったりとかしてて、まあ、いろいろと、その中で、見ながら、お話ししていることがあったりとか、あと芸能ネタなんかでもそれを見たりしてるんですけど、たまにお聞きになった時に、その、たまにどもってしまう、今もそうだけど、何回かこう繰り返してしまうことがあったりとかするんだけど、それとは別になんか、あ、ここ、どもるなぁと思いながら2、3行スラ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 喋ったりとか、っていうのを多分見ててっていうか、まあ聞いてて、あ、スラスラ言ったーって。なんでこんな簡単なところをどもるんだろうとか、っていうのがわかると思いますけど、うん。私もね、そう思う。なんでだろうと思う。別にね、別にねえなのよ。本当に、どもるだろうなと思って、スラスラ喋っていることが、すごく自分の中でもびっくりしていることが多いです。はい。で、逆に、あ、ここスラスラ喋れるだろうなと思ったら、と思っていたことにもびっくりするし。周りの人もそうだと思うよね。そういう訓練とかっていうのがあればいいんだけど、そういうのもめんどくさいしなとか思っちゃったりとかしてて、っていうのがありますね。もう本当にスラスラ喋れる人がすごい羨ましいなとは思っちゃうね。一応さ、その、さっきのは、事件内容をこう書いてあるものが多いんで、こういう雑談でもね、そういう、なんだろう、下書きみたいなのを書いてあればいいんだけど、まあ、書いたところで、それとは全く別の話をし合いそうなんで、結局ね、書かずに、その時に思ったことを喋ってることが多いです。まあ、ね、アナウンサーの人でも泊まるときあるよね。今までなんかそう、聞きやすいタイプのアナウンサーの方と、これは男性女性関係なくね、聞きにくいタイプのアナウンサーの方もいらっしゃるけど、結構聞きやすいなぁと思うのは、男性女性関係なく、ちょっと音が低い、声の質っていうか、まあ声が低いっていうのかな、そっちの方が聞きやすいのかなと思う。高い声じゃなくてね、キャンキャンで、まあ怒られるけど、だからそういう報道とかね、5分ぐらいのその短いやつでも落ち着いてこう聞けるなと思う。なんか知らんけど、まあそういう風にしてみたいなと思うけど、なかなかね、そういう練習っていうか、そういうあれがないからさ、スキルっていうものもないんで、どうしようかなとか思うんだけど、まあ頑張ります。はい、以上です。